藤浪試合後一問一答。中継ぎ初登板を終えて、悪くなかったんじゃないですかね。特に2イニング目はバランスよく投げられましたし、いい登板だったかなと思います。手応えがあった登板か、ある程度ストレートでファウル取ったり押し込めているので、そのあたりは今日に関しては評価したい。一ついい収穫のあった登板だった。まるでオープン戦の調整登板後のようなコメント。1イニング目あかんかったやろ。エラーとファインプレイで記録上見えないけど、実際初回かなりヤバかったやろ。こいついつも手応えあるな。普通に疑問なんだけど、反省コメントがいつもほとんどないのはなんでなんや。これは自分に厳しすぎる男。ほんま自分に厳しいな藤浪は。このメンタルがあればどこでもやれるやろ。大谷のスランプが治ったかもしれないし、間違いなくいい登板やったやろ。そらそうやろ、防御率 4.50 って先発時の14点台より3倍もええ数字なんやから、これがいい登板じゃなきゃなんだって言うんや。2回1失点自責0なら全然使えるでしょ。チーム防御率8前後の中で2回1失点は上出来よな。2回が限度やな、中継ぎで頑張ろうや。たまにいいのは前からや。完全に阪神在籍時の流れを辿ってんな。日本時代と全く変わらん、ある意味すごいわ。中継ぎの時のいつものパターンやん。藤浪覚醒、からの次の登板で炎上。まずは敗戦処理で信頼を戻して勝ち試合で使ってもらえるようにならなきゃな。当分このくらいの完全敗色ムードの敗戦処理でいいよ。俺は先発で活躍する藤浪が見たいんだよ。阪神時代終盤でも中継ぎ抑えとしては結構やれてたと思う。藤浪本人のやりたいこととは違うのかもだけど、個人的には大乱調より活躍する姿を見たいな。本人の先発プライドさえなければもしかすると成功ありそうだよな。でもそれなら阪神で活躍してるか。まあ球数の少ない中継ぎが先発よりは間違いなくいいだろうな。いろんな意味でもう一回は先発みたいな。